皆さんこんにちは、あおいです。はーい、今日はですね、韓国コスメ縛りでメイクをやっていきたいと思います。なので本当に韓国コスメだけを使って、メイクしていこうと思います。で、韓国人がやっている韓国風メイクっていうよりかは韓国コスメを使って、私なりのメイクを紹介するっていう感じでやっていきたいなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。まあ、なんか硬い感じでやるっていうよりかはちょっと雑談とかしながらカジュアルな、メイク動画にできればなと思っております。はい、では早速やっていきたいと思うんですけれども、皆さんお気づきでしょうか。ちょっと私髪を14センチ切りました。なんて言ったらいいんだろう、ロングボブミディアム間ぐらい、この辺ぐらいまで髪の毛がもう胸に行くかな、いかないかなぐらいの、長さあったんですけど、14センチ切って鎖骨ぐらいになりました。この辺、ここに鎖骨があるのでに切りました。で、こうやってやると前のロングを思い出させる感じじゃない。で、こうちょっと前にすると、あ、めちゃ短くなったっていう感じの髪型です。ちょっと襟足の部分が落ちてきたりもするかなって感じなんですけれども、アップにもできるので、これ普通に後ろでくくる分にはできる長さにしました。なんかここまで短くするのはちょっとお仕事的にできなさそうな感じがしてるので、ちょっとイメチェンな感じで、まあ長さくくれもするし、こういう短いのも楽しめるしみたいな感じでイメチェンしてみました。どうでしょうか。まあその様子を撮った Vlog は別の動画でアップされますので、そちらも楽しみに待っていてください。はい、じゃあちょっと雑談になってしまったんですけれども、メイクやっていきたいと思います。はい、じゃあスキンケアは終わってる状態なのでベースからやっていきます。ベースはこちらを使います。ダルバのトーンアップサンクリームです。このちょっとピンクっぽいやつを使います。こんな感じです。チェリーちゃんチェリーちゃんがこっち側のソファーでクマの人形にうう言ってます。振り回すのが好きなので掴んで振り回してるわ。ちょっと全体的にしっかりめに塗っていきます。これはね、もう間違いなく使えるやつですね。ビーガンのコスメだし、これでとトーンアップさせます。日焼けしたからさ、すごいこの腕とかの部分が黒くなっちゃってるんで、真っ白にするっていうかはナチュラルな感じでトーンアップさせていきたい。ピントツヤ感があるのでこんな感じなんですけれども、この境目の部分も塗っていきます。髪の毛を切ったので、ちょっとメイクの雰囲気とかも変わるかなと思って考えてるんですけど、ただまだ1日目っていうか、本当に昨日切ったばっかりやから、今日初めてメイクするから、まだこんな風にしていくと自分に合ってるなみたいなのは分かってません。はい、こんな感じでトーンアップが塗れたら、次はクッションファンデーションをしていきたいと思います。なんか韓国コスメってなると本当クッションファンデーションのイメージがあって、クッションファンデーションいろいろあるんですけど、私はバイワを使っていきたいと思います。バイワのセラムフィットフルカバーグロークッションの、私は3度っていう23のカラーです。はい、こちらを使って整えていきたいと思います。まあすんごいカバー力があるので、ちょっとずつ使っていきます。セミマットとかいろいろあるんですけど、私は今日ちょっとツヤで仕上げます。セリーちゃん忙しいね。クッションはとりあえず叩きます。で、クッションはこうなんて言ったら楽ちんだから、すごいこうついついポンポンしすぎちゃって厚塗りになっちゃうので、ちょっと少なめにまずは取って馴染ませていきます。あ、ちょっとコスメハンターはしないで、日焼けし
ちゃってるんで、まあここの差がちょっとできちゃうんですけど、まあ、めちゃくちゃやばみたいなぐらい差がなければ許容範囲ということで、もう焼けているので仕方がありません。ただお肌をね守るためにファンデーションもします。日焼け止めだけだと結構やっぱ紫外線のカバーができなかったりするっていうのを美容系の人におっしゃっていただいてから、結構ファンデーションは薄く重ねるようにしております。でバイオのクッションファンデは結構カバー力があるので、もっと重ねていけば重ねていくほどカバーしてくれるんですけど、ナチュラルにしたい方はこれぐらい少量を伸ばしてあげると本当に肌がツヤン綺麗みたいな感じで、もともとのナチュラルなお肌感が出るのでおすすめです。はい、セミマットとかもあるんですけど、今日はツヤを奥からパーンって出したいのでこっちを使いました。こんな感じでいいかな。まあメイクをしていくとちょっと馴染んでくるので、はい、これぐらいにしておきます。でパウダーをしますね。パウダーはバイワのルースフェイスパウダーを使っていきます。でパフがついてるのでこんな感じで、でパウダーはこんな感じのちょっと白は白なんですけど真っ白な感じではないですね。これをパフにつけてポン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 で、少量をこの小鼻とか眉毛は後で描くからこういったところもアイメイクとかもツヤ生かしたいので、あんまりめちゃくちゃたくさん塗るっていうよりかは少し塗ります。で何もつけてないブラシでちょっとぼかします。これはルースパウダーけど本当にパウダーが細かくてピタッと密着してくれる感じなので、お粉が苦手でルースパウダーあんまりですっていう方でも使えると思います。ベースができたので次は眉毛をやっていきます。眉毛はですねこちら、ディアダリアのスカルプティングペンシルのアッシュブラウンを使っていきます。こんな感じでペンシルとここにスクリューブラシがついてます。まずはスクリューブラシで毛を整えていきます。チェリーちゃんコスメハンターしないでずっとコスメ狙ってる。もうやられた。さっきなんかずっとソファーの下で怪しいなと思ったらマスカラをカミカミされてました。新しいのに硬いのが好きなのね本当に。チェリーちゃんおいでこっち、みんなこんにちはしてみる。おはしりー、私は最近かな丸いことしてますってずっともうずっとこのソファーから次は何を食べるかを狙ってんなこの人。ペンシルで描いていきます。でもなんかあんまり眉毛は濃い感じにしたくなくて、ナチュラルな自然な眉にしたいんですけど、私の中で描かないっていう選択肢はない。難しい。なんか韓国で撮影していただいた時に本当にクリアジェルだけで描いてなかったんですよね。だけどちょっとそれは仕上げる自信がないので少しだけ描きます。もういつもよりはちょっと薄く描きたいからそこは意識します。でもね、生えてないところがあるんだよね。だからそこは描き足したいんだけど、いい感じそう。アッシュブラウン合ってそう自分の髪色に。髪の毛をね染めてから初めて描いてるんですけど今、だからちょっとどうやろうと思ってたけど眉毛の色と馴染んでおりますね。でこれで濃くしないように一旦これぐらいでやって、メイクのバランスを見てからちょっと濃さ足したりとか、眉マスカラしたりしようかな。
まずはチークからやっていきたいなと思うんですけれども、チークはですねバイユアのセラムフィット、ボリューミンググロースティックのメローという、今までは色なしのこのスティックだったと思うんですけど、これなんとですねオレンジカラーが登場しました。こんな感じです。かわいい。これの撮影を韓国でさせていただいたんですけど、めちゃくちゃ可愛くて、なので今日はちょっとその感じを真似し気味な感じでやりたいと思います。もう結構大胆にしっかりめに塗っていきたくて、でこれはツヤもあるし色もつく、めっちゃ可愛い。いい香りなんですよこれ。んでもうマルチなのでアイメイクにも使ってたし、ここにも使ってたし、本当にいろんなところに、もう唇の山とかにも使ってたんですけど、一旦私はチークとしてちょっとジューシーな感じじゃない、かわいい。これを指で、スティックで直接結構広めに塗って指でなじませていきます。かわいいこの色、あと本当にいい香り、フラワーな香りがするんですけど、ツヤも足してくれるのであんまりめちゃくちゃ濃い感じにはならないです。なのでこれぐらい塗ってあげて、で上からさらにこのチーク感を密着するためにパウダーのチークを塗るんですけど、もう色を今3色迷ってまして、ヒンスのこのシリーズのこの2色入っているチークも可愛いんですよね。これはちょっと茶色っぽいピンクと入ってるやつですね。いやでもこの5番のベアハーモニーっていう読み方で合っているのでしょうか。はい、こちらちょっとコーラルピンクっぽい感じとオレンジが混ざってる感じで合いそうなのでちょっと塗ってみます。この上の練りタイプはこんな感じなんですけど、使わずに下のパウダーのやつをこの上からかけます。最近はちょっとチークがしっかりめのメイクにハマってるので、そのテンションで仕上げていきます。かわいいこの重ね方、広めに塗ります。ほんでアイシャドウはまずはこちらのヒンスのニューディップスアイシャドウの、005番イニシャルっていう色、このシリーズは本当に大好きで、いっぱい他にもあるんですけど、これをちょっとベースに塗って、ツヤっぽいものからラメっぽいものまでいろいろあるんですけど、今日はちょっとこの全体的にオレンジっぽい感じにしたいので使っていきます。こんな感じです。これはちょっとしっとりしてるので、これをアイホールに塗っていきます。単色で可愛いっていいよね。パレットで使わへん色があるんやったら単色で自分で使いやすい色を集める方が、まあ使いやすいよね。これをベースとしてちょっとアイホール全体に広めに塗ります。で涙袋のベースにも、これもちょっともう私は指で塗っちゃいます。難しい方はちょっと固めのブラシの方がいいかも。じゃあこれをベースにしたのでちょっと上から重ねていきます。まずはこちらミルクタッチの、BMS デザートハウスパレットの04番を使います。こちらです。これは結構捨て色なしな感じで、マットとラメと本当ベージュ系のアイシャドウです。下の2番目のこのちょっとピンクっぽいやつ、カメラ越しだとピンクっぽいんですけど実物はそんなめっちゃピンクじゃないです、ベージュが強い。これをさっきの上から二重幅に塗っていきます。
こんな感じ。さっきのベースをちょっと濃くするようなイメージで重ねます。これはなんかアイホール広すぎな感じで塗らないようにします。お次はですねこちらです。ウォン先生の、デイリームードアップパレットの02トレンチブラウンっていうこちらのパレットを使います。これはちょっとピンクっぽいものが入ってるんですけど、ちょっと締め色のブラウンとかが入ってるので、これでちょっと締めていきたいと思います。下の段の真ん中の色、はい、この色ですね。これをちょっと二重の際の部分に塗っていきます。はい、ちょっと締まりますね。これでアイホールを締めてあげて、こんな感じでちょっと濃くなりましたね。ちょっと一旦ビューラーしたいと思います。はい、マスカラちょっと片目ずつ塗りたいので、今こっちの目だけビューラーあげたんですけど、マスカラはいつも使っているこちらの、ウォン先生のヌードアイラッシュの01番シアーブラック。これ本当に人気すぎて売り切れてて全然買い足せなかったんですけど、この間やっと見つけてストックできたので、こちらと、あとは今日はちょっとボリュームも出したいので、ミルクタッチの、ボリューム&カールマスカラっていうのを買っていきたいと思います。これのキラキラのタイプの方は使ったことあるんですけど、こっちはシンプルの方ですね。で、ブラックです。どっちもブラックで、ちょっとさ、ちょっといただいたんですけれども、見てか、もうジェリーちゃんが、私がおトイレに行っている隙にガリガリ噛んでいたのはこちらになりました。噛み応えが良かったみたいです。こうやってソファーの下で持って噛んでた。まずウォン先生のやつで土台を作ります。ウォン先生のやつはマジでナチュラルにまつげを綺麗に見せてくれる系なので、めっちゃボリュームが出るかっていうと、長さとセパレートがめっちゃ綺麗にできるみたいな感じなので、これでセパレートのベースを作ります。でもほんまにビューラーがちょっとシンガポールに忘れて結構届かない状況になってるんですけれども、あのコスメとかはあれでも、もうね、ビューラーがね、やっぱ長年使ってたやつが自分の目の形に合うようにちょっとずつ変形してるから、上げやすくなってたのに、新しいかな、思ったように上がらないのが最近の悩みです。こんな感じで結構上げます。そしてこれは結構上がります。マスカラのおかげもあります。一旦反対も同じように上げちゃう。こんな感じで両目バッサリ塗れました。で、下もしっかりと塗りたいので、まずはこのウォン先生のやつで土台を作ります。私はなんかね、下のまつげにボリュームが出にくくて、ちょっとあの長さをまずこれで出してから、ボリュームは後で出して束感をさらに強くします。こんな感じでちょっと土台っぽく塗りましたら、ミルクタッチの出番です。ジヒョ様がイメージしてますね。もう何事にも全力な感じがもう素晴らしい。はい、こんな感じでちょっと束感を強くするのと、ボリュームを出します。はい、上にもちょっとだけ塗ります。はいはい、チェリーちゃん、もう言わない。ふにゃふにゃになってた今ね。
あ、みんなにお腹ポン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 だよ、しりちゃん。こんな感じでマスカラできましたので、次アイライナーしていきます。アイライナーは、ロム&のシェードライナー03ヘーゼルマルーンっていうアイライナーを使いたいと思います。これはあの眉ブラシを買った時に一緒に買いました。なので初めて使います。ちょっと抜け感のあるような薄めなアイライナーにしたので、どんな感じでしょうか。私が日焼けしてしまったのもあって、ちょっと薄い、ちょっと思ったよりも薄いので、目尻にだけこれは引きます。でもこういう影を作るのとかにいいアイライナーなんやろな。なんかほとんど売り切れてて、ちょっとこの薄い、この私が使っている色味と、もう一個薄い色かなだけが残ってて、でもこういう風にして影をこう描くのとかにいいんやろな。どうやって言ったらいいのこれ。アイライナー、インラインはこのイニスフリーのスキニーマイクロライナーの3番を使いたいと思います。こちらを使います。これの方がちょっと太い感じですね。目尻もちょっと気持ちはみ出すような感じで引きます。涙袋の部分だ、そうだ、涙袋の部分どうしようかなって思ってて、こういうさキラキララメ系をちょっと足したりも可愛いし、あとはこれがさ良さそうと思って買ってみたんですけど、ロム&トゥインクルペンライナー03のロージースパークルっていう、カラーなんですけど、ちょっとカラコンとかしたことないんだけど、カラコンの箱みたいで、これはなんかシェイクしてくださいって書いてあった。手の甲に出すとすごい分かりにくいけど、こんな感じでね、キラキラがつくリキッドタイプの、ちょっと見えるかも、こんな感じで艶感がちょっとがあるようなやつで、ピンクにしてみたんだけど、シルバーは白っぽくなりすぎて浮いちゃったから、ピンクにしてみたんですけど、それを使う前にさっき使ったこのミルクタッチの04番のこの色で涙袋のベースを作ります。涙袋はね、私どんなメイクの時でも結構必須なんで、こうちょっとこのぷっくり、もともとあるところをしっかり重ねてモリモリにします。モリモリにしましたら、次は先ほどのこのロム&のペンシルを使ってやります。けど初めて使うので、可愛いけど思ったよりピンクかも。手に出した時はもうちょっと薄かったんだけど、ゴールドにした方が良かったかな。でも手元になるのがピンクなんだ。ちょっとこれちょっと乾かしてから様子見パターンだな。でもちょっとそうなると気持ちね、気持ち眉毛がもうちょっと濃くてもいいかなって思うので、パウダーを足したいと思います。ミルクタッチのデザートハウスパレットの01番のシュガークロッフルこれミルクタッチのこちらをですね、01番のやつを、この辺の色はアイブロウにも使えるので、ちょっとミックスをいい感じに して、本当にふわーっとだけ。マイマスカラは塗らんとこう。
最初に塗ってこう全体的なメイクのバランスを考えてもやっぱりちょっとチークは馴染む気がするので、もう一回バイヤーのやつをちょっと重ねてツヤは出しつつ、なんか肌馴染みいいよね、いい意味で。色がついてる系のこのクリームタイプのやつってなんかぼかし方が難しかったりするんですけど、いい感じにグローなので使いやすい。本当にピンスのさっき使ってた5番のチーク、この色ですね、このパウダーの部分も同じように気持ちだけもう一回重ねておきます。シェリーちゃん、んでハイライトはさらにちょっと強くしたいので、ヒンスのこれは1番のちょっとパール感のある方ですねを、このシーゾンのここの頬の高い部分にちょっとくるくるポンポンって感じでほぼほぼ完成で、涙袋の部分にこのミルクタッチの白いラメをのせてみよう。アイグリッター01番これをこうちょんちょんって、んこういうこんな感じで、アイメイクはこれぐらいでいいかな。なんか今日は上はマットにしたくて、上はあのベースっぽい色を何個か重ねて塗ってる感じで、キラキラをポンポンってのせた感じにしました。こちらほぼ完成なので、ちょっとリップ最後仕上げで塗りたいんですけど、リップ迷うね。韓国コスメってマジで可愛いリップが多すぎて、マットも可愛いしツヤも可愛いし、ちょっとどうしようって感じで迷ってるところなんですけど、まあこのメイクは多分どんなマットでもあのツヤでも合う感じやから迷うんですけど、ツヤはこれにしようかな。 Into You のこれはウォーターリフレクティングリッドティント、リフティックリフレ、ちょっとカタカナ難しいわ、はい、こちらの01番これはツヤがあるけどこのティントなので落ちない系ですね。ちょっと中心に、唇のコンディション的にやっぱ塗ってちょっと土台っぽくして、やっぱり茶色、いや私はねやっぱ結局茶色っぽいのがしっかりしないと、なんか韓国リップがちょっとピンクっぽくなっちゃうので、やっぱブラウンっぽさを出したいので、こちらヒンスのリップなんですけど、これはコラボの時にも選んでおりました、ムードインハンサーウォーターリキッドグローのリマーカブルという色味です。これはね結局マジ可愛いから、これをちょっと中心に塗ってなじませ系でいきたいと思います。ちょっと秋冬やし、これくらいの濃さにするか、ちょっとティント系やから取れませんマジでしっかり色つくよね。でもちょっとこのヒンスのアドレスっていうお気に入りカラーなんですけど、これはもう使い切ったので新しく開けました。これからの方がちょっとブラウンが強いからちょっとこっち足しとこうかな。髪の毛を下ろしたら雰囲気が変わりそう。髪の毛はこんな感じで無造作にしたいなと思ってますので、無造作な跳ね具合なままでこんな感じで、まあいいよね、多分赤みがちょっと ある方が髪の色も落ち着かせたので、これぐらいでいいんではないでしょうか。
ではメイクが完成しました。はい、ということで今回は韓国コスメ縛りでメイクをしてみました。こんな感じです。どうでしょうか。韓国コスメ縛りでやったんですけど、まあ、アイドルメイクだったりとか韓国人の方がよくやっているようなのをイメージしてメイクするっていうよりかは、韓国コスメを使って私流に、やりたいような感じでやらせていただいたのでこんな感じの仕上がりにはなってるんですけど、まあ、このトーンアップの感じとかラメのキラキラ感だったり唇のグラデーションは韓国コスメだからこそ、出やすいのかなっていうふうに思います。はい、もともとすごい韓国コスメは好きなので、毎日メイクだったり普段のメイクでも、何個かはね絶対こう韓国コスメが入ってるっていう感じだったんですけど、今回縛りでやってみてこんな感じでちょっとやっぱでも意識したつもりはないけど韓国っぽくなるよね、気持ち。なんか自分で思ってるだけかな。なんかそういう風になったなって私的には思っております。このツヤの感じとかすごいお気に入りです。ただちょっとすごい日焼けしてるのがちょっとあれなんでこれで背中後ろにしとこうっていう感じなんですけれども、はい、いい納得のいく感じで仕上がりました。はい、で日本で、買える韓国コスメを意識して使ってみたので、気になったアイテムがある方はぜひ、参考にしてみてください。髪を切って初めてのメイク動画だったのでちょっと手探りな部分もあったんですけど、いろいろとメイクも楽しみ方が変わってくるんじゃないかなと思いますので、Get Ready With Me だったりまたメイク動画だったり出して、この髪型にしっくりくるものを、皆さんとシェアできたらなと思います。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。